俺、はい、お疲れ様です。はい、人乗ってないよ。今横浜から遊び来たんですけど。あ、横浜に来たんですか。そうで、車が汚れちゃったから洗車を。あ、なんかさっき1台来たな。あ、1台帰ったけどなんかすぐいなくなっちゃった。それなんだっけな、それなんかフィットかなんかだったかな。うん。あ、なに、うるさいって苦情。そういう苦情でもないか。あ、ほんと。うん、うるさいとかじゃない。うん、もし今パトカー危なかったから。危なかったっすか。うん、まだパトカー乗り慣れてないの。あ、危ない危ない。乗り慣れてないの。乗り慣れてはすんですけど、眠すぎてちょっと困った。まあそうだよ、まだ新潟なんかじゃねえ、そんな事件ないもんね。もう2時ですから、眠いですから、ね。俺、元パト来たの。え、なに、新潟でもこんなパトカーいんの。いるんすわ、一応。へぇ、やっぱ横浜の方が多いですか、パトカーとか。横浜は少ない、やっぱ結晶が。結晶はすごい。だから本当もう犬も歩けば棒に当たるじゃないけど。いっぱいいります。ちょっと意味合いは違うけど、だからもう本当走ってればパトカーはすぐ。やっぱ多いですね、関東。だから人数が違うじゃん。そうですよね。うん。すごいな、こんなところでパトカー、お前さんがこんな来んの。一応来るんですよ。あ、こんばんは。おじゃ、なんでレインコート着てんの。なんでレインコート着てんの。寒いし、防寒用具。なるほどね。いやでもほら、明日の昼間車出せなくなっちゃうから。こっち雨降りました今日。あ、降りました。で、来る時も道中大雨だったから、こんな汚い状態じゃ走れないじゃないですか。え、でも俺から洗車場ついてから10分ぐらいしか経ってないよ。なんかさっき他の人も誰か来たとかありました。あ、さっき、あ、このお前さんに言ったけど、1台なんかフィットかなんか来た。ああ、で、すぐなんかいなくなっちゃったから、なんか何かなかった。わかりました。はい。お客さんはちょっと見させてもらったのでいいですか、洗車中申し訳ないんですけど。免許証、はい、だって、免許証だって別に今運転してないじゃないですか。そうなんだよ。よいしょ。でもなんかこういうところだとお前さんたちみんな新鮮だよな。そうです。じゃあいい意味でやっぱ俺こっちって田舎じゃないですか。人がいないし、だってさっきもう一個洗車場あったんだけど、そっち行ったら怖すぎて、畑のところにポツンって洗車場があって、これまっすぐ行って左行ってところなんだけど、さすがに俺は男でも怖えなと思って、でここ見つけてきたんですけど、ただちょっと最初電話してたから、もしかしてうるせえって言われたと思ったけど、あんま声が出てなかったんですけど。はい。いいよ、こじゃ。これ、やっぱ田舎特有のパトカーだよ。あんま笑わないね。やっぱあの、クラウンが多いから。はいはい、ああ。私よく手入れしてたあれですね。やっぱいい車だから。そうなんだ。で、こんな汚い状態で走って、昼間、昼間走れないじゃないですか。汚い状態で。こっちはなんか、ちょっと遊びで。そう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 。で終わって、馴染みがあるわけじゃない。あ、全然わかんない。もう全然わかんない。右も左もわかんない。全然わかんない。ちなみにじゃあお前さん来たついでに、あ、で友達は今ねもうホテル先行ってる。ああ、そうですか。で、大田君が洗車してくるから。なんかスポットなんかないんですか。職質食らったついでになんか新潟ここ行っとけお前みたいな感じ。ここいいよみたいな。
景色も、あ、ほら、俺ら日本海側なんて見れないから、うん、日本海側見に行くのもそうなんですけど、うん、なんかないですか。新潟だったらここに行くよみたいな。そう言われてもあれですね。危ないですか。新潟だから何もないですけど、ね。それだ、新潟ラーメンは明日食おうと思って。なんか、小鍋さんとラーメン。あ、ごめんなさい、なんか見て。いや、あんまりいいけど見たことないんだから。うん、どうせあれでしょ、うん、怪しいものがないか見てると。いや、いい、見ていい。それ、あの、まあ、それ女のドライヤー。儀式なんで申し訳ないですよ。それはね、パソコン。仕事は何されてるの？お仕事？もしもし、ばあちゃん俺だけですよ。普通の会社、普通の会社です。うん。いや、明日の昼間にしようか悩んだんですけど、うん、汚い状態でしょ、車置きたくねえなと思って。うん、で雨濡れた状態で車を置くところは太陽の日差しでやられちゃうから、うんうん、そうですね。お見てごらん、210キロ今残ってますよ。見る。え？なんか見たことあるでしょ。見たことあるやつですね。見たことあるでしょ。見たことあるやつですね。パトカー好きなんですよ。パトカー好きなんですよ。赤道とかも全部光りますよ。見るこれ。お前さん、前行ってみ。前。行くよ。ほら、この上もほら。好きなんですよ。まあ、お前さんたちが多分信じられないと思うよ。だって仕事と乗ってんだもん。いや、全然言われない、言われない。言われない。はい、お前さん運転席開けていいですよ。あ、開けていいですよ。見ていいですよ、高級車だから触るの悪いもん。大丈夫、大丈夫。拳銃とかぶつけなきゃ。全然。新潟県警ってまだ220件入ってないですか。この次のクラウンはまだ入ってないですか。あ、入ってます。あ、やっぱ入ってる、はい、地方の方が早いんだよね。警視庁がまだ入ってないんだよね。あ、そうなんですね。あればっかり。そう、あればっかり。あ、うん。警視庁の方が台数多いから、入れ替わり入れ替わりでどんどんやっていくんですよ。こっちはだって1年潰れたらもうなくなっちゃうんですよ。そうです。いいよ、お前さんの怪しいもんあるかないか見て。ああ、そうですか。別に俺やましいもんないから。トランク開けてもらっていいですか。やっぱ見る。せやろ、新潟っていい入れだよ。こっちの方でこの食事とかかけんの。これすごいでしょ。やばいとこなんかどうか。ひどいでしょ。もう荷物しかない、本当に。変なことない。あ、じゃあこれ買うの、これ5000円。そうだ、ここから分かったときに。全部出てる。全部出てる。要はこれ溝から垂れてきちゃうよ、これ。お前らだって仕事で持ってるからわからないと思うけど、一般人からするとね、パトカーかっこいいんですよ。俺なんかだから SP の車が好きなんですよ、だから。そう。いいよね、チョコイの。だってここでさ、なんでお前らこの野郎って言って終わるよりはさ、ね、お互いそれで終わった方がいいじゃん。こうやって声をかけるとね、何しないでしょ。言わないでしょ。言わないでしょ。でも新潟県警もやっぱ職質とかするんですよ。しますね。悪いやついる？たまに。え、ここって、新潟ってどんぐらい遠いですか？本当に新潟市外に住んでて1時間ぐらいかな。そう、つばめ三条ラーメンを食いたくてこっちにホテル来たんですよ。ああ、それはそれで正解です。そう。で、その後上行って、日本海見て、女に、はい、海よりお前の方が綺麗だぜって言って。うん、あれ面白いかな。一昔前の製品じゃない。はい、そんな感じです。はい、ちなみに新潟と方言ないですか。ありますけど。どんな感じですか。日本人じゃないからな。総伊賀とかね。伊賀、伊賀、その長岡の方だけども。え、じゃこれからラーメン食べるって言ったら、なんですか。そんな、そんな、あ、そんな変わりほど変わりはないと思いますけどね。いや、ある意味その言葉も標準化されてたり。ああ、まあそうですよね。何が方言だかもよく分かる。ああ、まあ確かに。すいませんね、もうこれ終わったらすぐ帰るんで。あ、はい、はい、じゃあありがとうございます。はい、すいません、ごめんなさい。はい、どうもありがとうございます。
あ、でもそれお前さんたちがいた方がないと思う。さて、ごめんなさい、ありがとうございます。ということでね、今聞いたように今日私は新潟に来てるんですけど、やっぱあれだね、やっぱ職質慣れてないね。てか今のお巡りさん、あれパトやばいでしょ。あんなさ、ニュートラルで止まったってことでしょあれ。うん、すごいよね。それであのパトが走り出しちゃってね、あんなのぶつかったらもうしますよね。あれパトが降ろされるよね。なんかでも今まあ慣れてないのもあんだろうけど腑に落ちないなと思ったな。だってさっきも言ったけど俺まだそこついてさ10分とかなんだよ。そんな苦情がなんか110番がどうのこうの。これ左しか曲がれないの違うんだよ。かその職質の理由にしてはちょっとそれ無理があるんじゃねえかなと思ったけどね。ねえ、だってそんな、ね、まあまあ実際のとこどうだか分かんないけど、うん、でもあのパトカー2台来たのを見るとだからもうケーラーしてたんでしょ。一応ケーラーすんだねちゃんとね。あれ？そうか、さっきからなんか違和感あるなと思ったら信号が縦なんだこっち。雪だからか。ああなるほどね、合ってるよね。雪が積もるからね、再生回だってこっちの。そう、なんかさっきから違和感あるなと思ってたんだよね。なんかちょっとやっぱ慣れてないよね。だってさ、その中だってさ全然見ないじゃん。まあ見たけど結果俺が見ていいですよって言ったから見てたけどさ、やっぱあれ警視庁とかだったらさ、ちょっと仲いいっすかって始まるじゃん、うん、いやー眠い。やべ、もう5時だよ。5時?4時間5時間で起きなきゃいけないじゃん、ね、さっき言った時ホテルがさ、あの駐車場満帆だって言われたんだよね。入ったんでしょ。俺車で寝よう。やっぱいくら車の熱が冷めたとはいえ、やっぱりこんな遠出で雨降られたからこんな汚いあれで走れないじゃないですかね。超ネミツバメ新潟北三条。やっぱなんか違和感あるよね信号ね。これはどこ行こうかな。あーダメ、なんかちょっと腑に落ちないよな。え、どうしようみたいなあれをすごい最初の2人で感じた。でもこっちの方はまあさっきお前さんも言ってたけど、だってもうほとんどそういうのないでしょ。なんかそのなんかくだらない通報とかしかないでしょ。なんか溜まっててうるさいとか悪いやついないでしょこっち。おー、ほんとだめ。そうか、こっちはもう220キロ入ってんだ。
そう、さっきお前さんにも言ったけど、長方のが早いんだよね。やっぱこ軽症とか横幅は車両数が多いからさ、全部使い回し使い回しで他の分中から持ってきたりとかさ、やっぱ使ってない車両がいっぱいあるわけじゃないですか。まあまあその話は言って、まあ、だからああいうのを見てると結局だからまあ捕まえる気ねえんだなと思うよね。その何やっぱ職質かけてるからにはさ、なんかあんじゃねえのかなって疑ってやるべきじゃないですか。やるべきっていうかさね。おお、吉野家すまんすまん、吉野家駐車場めちゃくちゃでかいんだが、こっちいちいち駐車場広いな。なんだ今の、巻き込んだマクダーナー寄ってんだこの島。ローソンも広いな駐車場。なんだこれ、何これ。あ、これキースさん後ろいるんで行っちゃいますよ、ね、はい、まだ停戦の時は黄色です。まあ好きや普通だな。おお、これ車どうしよう、マジで車で寝ようかな。そもそも僕これホテル帰ってイチャイチャできないもん。眠いだよ、もう眠いな。これ新潟の人見てる人いる、これこれ信号合ってるでしょ、縦になってる雪だからでしょ、これうん、もう話すことないってか眠くて無理もん。でもちょいちょい車いるんてか、やっぱあのあとやっぱ全体的に道が暗いよね。ね、見えないもん、こんなところに人がいられたってこれね。まあそういうことで、ちょっと新潟県警の職質受けましたということで、勝つよ、うん、ね。じゃあそういうことで、はい、お疲れちゃんです。